おっと、これは超スローボールを打った、センターフライ。何が起きたのか、西武ドーム驚きました。ただの投手や小宮山さんはありましたが、5対1。工藤さんも私も思わずちょっと絶句というシーンがありました、はい、もう一回見ましょうか。これバランスを崩したようにも見えますけどね。ただ狙って投げたようにも見えます ね。どっちなんですかね。これはちょっと聞いてみないと分かりませんが、でも普通はランナーがいるところであんまりやらないんですよ。これ顔見てると、ただあまずいという顔はしてないですよね。してないですね。自分で投げてるっていう感じですもんね。そして隅谷もこれを打ちました。はい、だからまあね、バッターからすると何投げとんやみたいな感じになるんですよね。まあそうですよね、はい、これはちょっと本当に聞いてみないとわからないんですが、はい、